お邪魔します。こんばんは。こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です、はい、モーニングルーティンに引き続き、はい、今回ナイトルーティーン、はい、撮っていきたいと思います。お願いします。お願いします。はい、仕事中ですか？そうですね、今日はちょっと仕事リモートワークをしてる日のところかな、はい、っていうことですね、はい、いつも何時ぐらいまで仕事するんですか？僕クリニックにいるときは8時とか9時いることも結構ありますね。結構じゃあ遅くまでやるんですね。そうなんですよ。なんか診察が終わった後に結構打ち合わせが入ったりとか、業者さん呼んでお話することが多くて、っていうことですね、はいはい、今日はもうそろそろお仕事終わりそうですか？そうですね、一段落という感じ で、はい、感じで今日は一旦ここまでにしようかと思います、はい、いろいろアイテム増えましたね、はい、そうですね、気がついたら結構増えたな、はい、そう、久しく来て、はい、そう、まずこの照明が来たっていう、そうなんです、はい、これめっちゃおしゃれですね。やっぱ映えますね。これはね、もう僕の家のシンボルみたいな、なので動画を自分で撮ってるんですけど、はいはいはい、その時もあれどうしたんですか、この照明どこですかとかめっちゃ聞かれてて、もし待ってくれ、まあ、いいっすよね、はい、そう、でも僕一個気になったのは、はいはい、この全身の鏡あるじゃないですか、はい、これ埋まっちゃってますか、大丈夫なんですか全身見れるんですかこれ？これね、映えるから置いちゃったんですけど、なるほど、この鏡がニトリで買ったやつなんですけど、はい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 、ちょっと見てもらうと分かるので歪むんですよ少し。あ、そうなんですね。そうで、なんか鏡としての役割をあんまり果たせてなくて、もうめっちゃ近くでコンタクトつけるっていう時にこんぐらいやってそんなに、そう見るみたい、なるほど、まあおしゃれですけどね。そう、見栄え重視で結構やってますね、っていうことですね、はいはい、あと一個これ、はい、前の家からこのでっかい、いやこれね、はいはい、板持ってきたんですね。これなんか 前カットするとか言ってましたけど、はいはい、裁断する予定だったんですけど、はい、使い方難しいなと思って、僕の家って結構、うん、はい、端から端までこう置いちゃったら、うんうんうん、ベッド引けないんですよ。そうっすよね。そう、はい、でもこのちっちゃい机も買ったし、はい、何に使うか迷ってるんで、なんか皆さんこれいい案あったらどこかでやってください。なるほど、 DM でもいいです。と、はいはい、いうことで、で、あと僕もう一個気づいたのは、はい、料理道具、調理道具かな。そうです、はい、あんだけ料理しないって言った人が、まあ、僕もしっかりですけど、はいはい、料理するんですね。料理します。何の料理作るんですか？今日はですね、だいたい僕お仕事終わって一段落したら料理作るんですけど、はい、最近そうめんにハマってまして、はい、夜にそうめんですか？そうです、さっぱりして食いやすいという。なるほど、っていうことですね。まあいろいろちょっと部屋が変化してる、はい、まあ面白いですね、やっぱり。そうですね、多分しばらく2週間ぐらい空いただけでもだいぶ変わりましたね。そうですね、はい、じゃあ仕事終わりました、はいはい、次何するんですか？仕事終わってからは、はい、この時間は結構 SNS を見たりしますね。お、なるほど。自分でやって YouTube やってっていうことで、インスタも最近見かけるんですけど、はいはいはい、まあ、そんな感じで今何が流行ってるのかとか、友達の様子を見たりとか。なるほど、っていうことで、じゃあリサーチの時間ですね、はい、10分15分ぐらい、はい、まあ、たまに面白いコンテンツを見つけちゃったらなんかのめり込んで長くやっちゃうんですけど、はいはいはい、なるほど。一番最初何見るんですか？僕ツイッター配信なんで、ツイッターからです。なんか最近アキラさんもツイッターのフォロワー増えてますよね。なんか 2,3000 人ぐらいだっけ？あ、そう、めっちゃありがたいことに増えて、はい、なんでですか？引っ越しを機に僕を知ってくれたのと、はい、あとたけるさんの動画でコラボしてもらったのと、あとこれ見てください、ちょっと僕のプロフィール写真です。おお、変わりましたね。そう、潜在写真で、新大久保にすごいいいフォトスタジオがあって、へえ、プロのカメラマンに撮ってもらったんですか？そうです、そうです。で、背景とかも自分で色を選んで。なるほど。普段は僕こんな感じ、今日はちょっとなんか仕事感出してるんですけど、はい、そう、モデルみたいな感じですねこれね。そうなんですよ。へえ、これに変えてからちょっと皆さん見てくださいました。あ、なるほど、はい、っていうことですね。あと、まあお部屋の写真とかもやっぱバズりますもんね。いや、ありがたいですね。そうそうそう、いつも結構80、100ぐらいなんか見てますみたいな、ね、いいなと思ってっていう感じで、はい、じゃあ SNS のチェック終わりましたという体で、はい、じゃあいきますか。チェック終わったら、はい、本を一冊読むこと多くて、へえ、もう結構見ての通りなんか付箋バコバコに貼ってあるんですよ。あ、本当だ、すごい、結構読書家っすね、はいはい、そうですね、同じ本を繰り返し読むのがすごい好きで。例えば最近だとどういう本読むんですか？はい、最近だと、これは松浦、弥太郎さんっていう人の本なんですけど、はい、なんかすごい優しい言葉の人生談というか、めっちゃ当たり前のこと書いてあるんですよ、はいはい、楽しい時は楽しいと言うみたいな、ポエムみたいな感じですね。この人の温度感というか、言葉の、まあ、テンションのちょうど良さが気持ちよくて読んでたりする。なるほど、なるほど、はい、僕一冊ちょっと気になるのがあって。どうですか？あの野賀さんのこれちょっと気になるんですけど、これやりました？やりました。お、どうですか？野賀チャンネル、いや、はい、なんか恥ずかしいですね。なんか見せれないけど、書けました？めっちゃ書けましたよ、全部書けましたよ。おお、どうでした？やってみて。僕すごいこれ気になってて、はいはい、やっぱりその自分の中でふわふわしてたものを具現化するときって、うん、文字書かなきゃいけないし、まあまあまあ、あと僕も武田さんも確かノート書くときって、はい、
無地の何も書いてないもの、そうですね、でルールとかもないじゃないですか、うん、たまにはこういうなんかフォーマットがあるもの、例えば、うん、将来どんなことがしたいですかとか、自分の生活で気にしてること5個とか、うん、そういうなんか必要に迫られて回答するってなると割と考えるというか、うん、はいはいはい、そういうなんか自分の中で引き出しを作るときにはありかなっていう感じで、うん、ことですね、はいはい、野間ちゃん可愛いですね、うん、感じで、じゃあ、まあ本読みました、はい、じゃあその次本読んだ後はここでもうちょっと顔面ほっぺがやっぱり僕食べると出っ張ってくるんで、これモーニングルーティンでもあったんですけど、はい、またあれですか、はい、ちょっとこう、はい、こうみたいな運動をします。なるほど、はい、これはでも暇な時やってるから、なんかルーティンというよりも毎日やってますね。あ、そうなんですね、はい、じゃあまたやっていただいて、いや恥ずかしい、裏から乗って、はい、後ろからね、うん、いやー、なるほど、面白いですねみたいなことをしてると、はい、感じで、はい、じゃあ続いては、あとはこれはでも意識してないんですけど、はい、絶対僕ペットボトルを7本飲んでます。1日7本なんか狂ってますよね。人間って大体 2,3 リットル飲めばいいみたいな話聞けますけど、 3.5リットルか、 3.5 リットルか、はい、はい、まあ、それでも結構多いですけどね。水中毒かって言われますもん。すごいですね。えで、うん、飲んでるのが飲むシリカ。そうです、はい、あれなんかちょっと解約するとかしないとかっていう話もありましたけど、はい、あ、実は解約しました。しました最後の瓶が届いて、はい、今ちょっと置いてあるんですけど、はい、2箱ぐらい届いてますね。そうです、飲むシリカさんね、はい、はい、っていう感じで、じゃあもう1日3リットルちょっと飲むという感じで、はいはい、ですね、はい、であとは、うん、机結構自由自在に動かせるというか、こんな感じに動かすんですけど、うん、僕革製品がすごい好きなんで、この靴ですね、靴の手入れとかを夜にやってるんですよ。あ、そうなんですね、はい、なんか増えました、そういえば。あ、増えました。お、どれが増えたんですか。サンダル、いやこのサンダルマジお気に入りなんですけど、はい、へー、これどういうサンダルですか。これレザーサンダルで靴下の上から履くんですよ、うん、ちょっとかっこいいんで履いた姿撮ってください。あ、どうぞどうぞはい、はい、夏用ですか。夏用です。オールブラックで、結構仕事でもブラックが多いんで、はいはいはい、全身黒で決めるんですけど、割と上品なサンダルじゃないですか、うん、確かに確かに、光沢もありますしね。そうなんです、レザーのやつで結構金額したんですけど、なんか自分の今のファッションになんかめちゃめちゃ合うなと思って。確かに合いますね。こんな感じで、なんか表参道歩いてそうなイケてる人みたいな見えるみたいな。確かにいいですね。で今の仕事場がすごい黒を基調にしてるクリニックで、皆さんの制服も黒なんですよ。あ、そうなんですね、はい、結構看護師さんとか、そう、白とかピンクが多いんですけど。確かに黒、はい、黒です。なかなかないですね、はい、クリニック全員黒ってですね。美容系のクリニックで結構そのラグジュアリーさも大事にしてるので、うん、そういうところがあって、で僕もその一員としてなんかまあ黒い洋服欲しいなって思ったり、靴とかで、ね、あとなんか白い靴は前ありましたっけ、はい、うん、ありました。これ持ってくるか迷ったんですけど、うん、結構そのアウトドアに誘われる機会も増えたんで、うん、まあ、1個ぐらいこういうカジュアルな靴もあっていいかなっていう。なるほど。あとこれはまともと ありましたっけ。ありました、サンダルですね。これもこれ入れるんですね、はい、そうです。肩崩れしに、なんか結構最近使いすぎてて。なるほど。しやすくなって、はい、で靴の手入れをすると。そうです。普段どんな感じでやるんですか、手入れは。普段は、インソールを結構抜いてがっつりこれ入れるんですけど、じゃあちょっと本気でやります。あ、オッケーです、ちょっとお願いします。はい、そう、僕靴のメンテナンスは本当もうズロバラなんでやりたくないって思っちゃうんですけどそう、アキラさんは好きなんですよね。大好きです、はい、お、これ熱いっすね、だいぶ3センチ漏れるやつ。うわー、すげー。3センチだから、今アキラさんが167でしたっけ、8か168、はい、で3センチ伸ばして、はい、170いくと、170いくと、はい、すごいな。毎日あるんですか、靴の手入れは。毎日やってますね。そんなに好きなんですね。靴が好き、手入れが好き、どっちもかな。どっちかっていうと革が好きっていうのも大きいかもしれないですね。なるほどね。だから長持ちするんですよ、はい、この前も靴なんか10年ぐらい持ったとか言ってませんでした、はい、あー、持ちました持ちました。7年ぐらいずっと同じの使ってて、ね、そうね、僕メンテナンスしないから大体 2,3 年で終わりますからねそう、節約になりますよね、長持ちさせた方がね。そうなんですよ、まあ、時間的効率を考えるとなんかノーンケアで履き倒した方がいいんですけど、結構その1個のものに割とお金を使っちゃうタイプなので、はい、そういいもの、質のいいものをね、長く使いたいっていうので。なるほど。こんな感じになってます、ね、これ全部の靴やるんですか。いや、やるのは主にレザー あの黒のやつが大体ですね。履いてない時もやったりするんですけど。これも持ってきたんですね、このカラフルなやつ。あ、そうです、雨用なやつですね。もうちょうど梅雨入りましたからね、東京も。そうなんですよ、今日も早速使ってますね。え、ブラシでまず最初やって、はい、オイルとかはつけないんですか。オイルはだいたい2ヶ月に1回か1ヶ月に1回ぐらいの頻度でつけるようにしてますね。へー。普段は軽く擦るだけでもなんか光沢出たりしたり、はいはいはい、あとは上についてるホコリとかがね、そのかびる前に除去できたりするので。なるほど、ありがとうございます。そんな感じでこの靴もちゃんと光沢があるように磨いてます。そうそうそう、光沢がね、はい、
ありがとうございます、はい、で靴磨き終わりましたと、はい、靴磨きした後はそんなに部屋が散らかることは多くないんですけど、うん、なんか定位置とずれてることというかあったりするんで、余裕がある時はこんな感じでちゃんとメガネはメガネホルダーに戻すとか仕事で使うんでねっていうことですね、はいはい、あとは靴を磨いたので純粋に手を洗おう。おなんかこの辺、はい、これ増えてません？この辺り。あ、増えました。マウスウォッシュ前の家にあったんですけど、はい、なんか今回もこれ全部マウスウォッシュですか？4本マウスウォッシュ4本いります。いやこれねもうね実は中身ないんですけど、なんかバーテンダーというか、はい、バーってこんな感じじゃないですか。まあまあまあそう、なんかそれをね自分の家をバーに見立てるというか。あ、なるほどなるほど。好きなテイストにしてます、ね、そういうことですね、はい、純粋に邪魔ではない。邪魔では今のところはないかなっていうことですね、はい、場所がなくなってきたら多分、うんうん、あかんのかなっていうと ということですね、はい、そうだ、あとね、はい、あの動画外で実は洗濯機を回してたんですけど、はいはい、仕事終わってで、あのちょうどいいタイミングでいつもこの洗濯機を回し終わるようにしてて、へでこいつらをあの浴室乾燥機にかけてますね、はい、あ、なるほど。そうか、これ乾燥機はついてないんでしたっけ。いや、ついてないんですよ。なるほど。これさ、マジでつけてて欲しかったなって思うんですけど、はい、本当結構立派ですからね、はい、こんだけでかいからついてんだろうなと思ったらついてないんかいっていう ね、これつけてたらもう無敵ですね、はい、そうでした、はい、じゃあそれを干していただくと、はい、はい、まあ、こんな感じで浴室乾燥に、はい、洗濯を置いておくと、はい、っていうことですね。で続いてはこの後はご飯をもう作ることが多いですね。へえ、あ、そうなんですね、はい、なるほどなるほど。お仕事終わって、まあ、結構いい時間だったりもするので、はい、おで今日はそうめん、はい、そうです、そうめんです、はい、作ります。ちなみにこれ、はい、足ります。いや、糸ふされ意外と水で戻るんですよこれ。結構消食っすか、はい、そうです、俺そんなに食わないですね。あ、でも待って、今日は飯が遅かったんですよ、はい、あ、なるほど。3時ぐらいにお昼ご飯食べれて、はいはいはい、そう、普段は結構ね、あのコンビニでも1500円分ぐらい買うぐらい弁当おにぎり肉みたいな感じで、あ、結構じゃあがっつりいきますね。そう、今日はただそうめん1個かもしくはその半分ぐらいでもいいぐらい、お腹の状態の時には。なるほど、はい、はい、じゃあ作りますか。はい、そうですね、どうぞどうぞ。ちなみにそうめん作る時、はい、僕最初そうめんを人生で作ったことなかったんですよ。へえ、あ、そうなんすね。はい、なのでザルがいるってことを知らなくて、ほう、コーヒードリッパーで、あのそうめん入れて水なんか切ればいいやと思ったんだけど、水全然切れなくて。へえ、そう、なるほど。いや、そうめん作ったことがないっていういるんすね。いや、そう、 YouTube ライブでみんなに教えてもらいながら作ってなんとか食べれたって感じです、ね、なるほどなるほど、そういうことですね。てかこの照明がまたおしゃれですね、はい、ですよね、いい感じの、ね、いい感じのところで、そうめんは、はい、めちゃめちゃ簡単に作れて、 IHあの行きましたね。そう、捨てようかどうしようか、まあ、捨てられないけど、はい、居場所に困ってましたけど、どうしようかなと思ってたんですけど、ちゃんとねこうやって作る機会ができたと。フライパンでやるんすね。あ、そうそうす、鍋はないと。ない。であっという間に湯が沸くんでこれを突っ込んで食べると。鍋は買わないですか？買わない。はい、鍋ください皆さんください、はい、でざると包丁とまな板ぐらい、はい、調理器具はです。もうそれしかない。へえ、やばっ、今日箸ない。ちょっと後でコンビニ行きましょう。あ、そうっすね。箸ない。今日箸ない。なんで箸ないんですか？箸僕持ってなくて、毎回そのコンビニ行った時に 2,3 本多くもらえるんですよ。あー、なるほど。で、なんかあたかも家族がいるというか、その、はいはいはい、たくさんもらえるような感じを出してもらうんですけど、今日はないんで。今から行きますか？たけるさんのご飯を食べると思うんで。あ、そうっすね。はい。はい、でも、そうめん先やっちゃうと麺伸びちゃうから、今行かないとあれじゃないですか。いやー、そうだな今行くか。はい。一旦いいかもしれない。行きましょう。はい。ではでは、はい、じゃあ行く前に僕1個ちょっと聞きたいことあるんですけど、はいはい、なんかこの黒い箱3つなかったですよね。あ、よく気づきましたね。ね、これは何すか？これ近くの植物屋さんで行って、僕植物買う予定だったんですよ。ほう。でもなんか植物以外に生かしたインテリアがあるお店で、このカンカンを今考えてるのが、こう3つくっつけるとか、へー、あの指輪とか小物を入れる場所を作ってしまうかと。あー、いいっすね。そう考えてる。あるいは今のとこ段階だと、うんうん、まあ、そのワックスとかを少し入れておくとか考えたんですけど、うーん、うん、
まあ、半分インテリア、はい、あまあね、インテリアでもいいかなと思って、はい、で壁にくっつくとか両面テープとかですか、うん、そうです、実はあの辺にあるあの、はい、レザーの持ち物たちも両面テープでくっついてます。へー、ということですね、うん、箸がないっていうことなんで、はい、箸は買わないですね。箸は武田さん今日多分弁当を買うと思うんで、はい、その時に、はい、箸1個多めに持ってください。オーケーストーケースト了解です。その、はい、なんカトラリーとして、はい、箸とかスプーンとかフォークは、はい、用意はしないですね、買わないですね、ちゃんとしたやつ。僕ね、なんでこんな固くなに自分で持たないかっていうと、はい、洗うの本当にめんどくさいんですよ。なるほど、そう、はい、ただでさえこの食器類が増えて洗うの大変なんで、まあまあまあ、箸とかはちょっと俺は性格的に無理なんだ。なるほど、だからまあ、はい、なるべく最小限にして、はい、じゃあ今から行きますか。はい、行きましょう、はい、コンビニに、はい、箸と僕の夕ご飯を買いに、はい、僕は財布持たなくていいな、じゃあ。あ、そうっすね、遅切れちゃって大丈夫です。あ、OK です、はい、よし、ではレッツラゴー。いや、はい、毎度ここがおしゃれっていうね、ね、こんな感じが好き。結構雨降ってる。あれこれ傘降っとるな。傘持ってくるか、はい、傘持ってきますか。では再び繰り出しましょう。はい、箸をもらいにコンビニは結構頻繁に、コンビニは割と行くな。で箸をもらって、そうですね、なんか1日1回その、はい、仕事する時のお水を買ったりもするんですよ、もうシリカだけじゃなくて。あ、なるほどなるほど、そう、はい、よし、ありがとうございます。はい、行きましょう。はい、あ、結構近いですね、コンビニ。そう、あっという間。 OK、 いい、ただいま。はい、この辺りに靴を置いちゃってください。はい、OK です。はい、じゃあ無事箸を、はい、もらってきました。いや本当に箸ない、はい、持ってなきゃいけないけど。ではでは、じゃあ、はい、そうめん作りますか。作ります。はい、どうぞどうぞ。よいしょ、湯沸かし。はい、本当そうめんだけで足りるんですね。いや本当不思議。いや今日本当に足りる。でもそうめんをうまくする魔法の素があるんですよ。お、こいつなんすかこれは。ラー油、おかずラー油。いやこれね、マジそうめんにかけたら最強にうまいです。へー、みんな食ってください。あー、本当っすか、はい、すごいな。おすすめマルチビタミン。そうです、これ自分がお世話になってる先生がおすすめしてくれて買ったものなんですけど。これは今飲むんですか、はい、後で。これは食べながらですね。なんかサプリ系って栄養素じゃないですか、はいはいはい、ご飯食べる時に入ってくる栄養と、まあ、同じような感じで吸収してほしいなっていうところとか、消化のタイミングもその方がいいって聞いたんで。なるほど、ということですね。そう、はい、話してるうち1分ですけど、あっという間にもう湯が沸きそうという。すごい。でこれそうめん入るんですか、はい、これ。そう、僕もね最初入んないと思ったんですけど、なんか半分ずつ入れたり、はい、もしくは曲げていけば全然いける。なるほど、まだ沸騰する前だけど僕せっかちなんで入れちゃいます。はい、最初入んないんですよ。でしばらくするとしんなりしてるから曲がっていくみたいな。そういうことですね。そう、こんな感じで、ほうほうほう、ジャバジャバといい感じですね。あっちであっちで。そういえば菜箸とかもないですね。ないです。あ、今のうち箸して。あ、確かに。いただきます。茹でないと。はい。時間は計らないですか。時間はもう体感です。体感。大型なんでつって。いや大型はでも僕は測りますけど。毎回大型をネタにするけど、武田さんはちゃんとしっかりしてるっていう。ちゃんと測ります。このそうめんって本来何分なんだろう。何分だろう。分かんないですね。そう、毎回適当に茹でてるんで。2分3分ですね。僕アルデンテ固めが好きなんで、1分半でいいよ。はい、1分ぐらいです。分かりました。こっちゴミ箱にすると。僕うちゴミ箱ないんで。あ、確かに。そう、ゴミはまとめて。そうです。ちっちゃくして捨てます。はい。なるほど。じゃあ1分お待ちをっていう感じで。そうですね。その間に食器を洗いますか。あ、そうですね。そう、なんかたまにね、食器を溜めちゃう時があって、はい、酔っ払った後とかに、はいはいはい、そのままにしちゃうから、今のうちにしっかりと洗います。洗ってね。はい。いつもは照明はこんな感じなんですか、夜は。あ、そうですね。なんか全部明るくすると目が冴えちゃったりするから、まあ、ちょっと弱めにしてますね。はい、キッチンとこっちの玄関のこの照明ぐらい。そうです。なるほど。いいですね。いい雰囲気。あと照明が弱いとなんか部屋の空間がおしゃれに見えるじゃないですか。そうなんですよね。そう、結構バーとか居酒屋とかいいとこ行くとやっぱり暗いっていう、ね、あえて暗くしてるんでしょうね。そうそう、もういい感じだな多分。お、グツグツとしてきたんで来ていますね。さあこれを果たしてザルに開けてどうやって食べるのかが非常に気になる。いや結構ふざけた食べ方なんですけど、はいはい、あのこれが本当にありのままの僕のルーティーンなんで。あ、ぜひぜひ、はい、物を持たないミニマリストならではのね、そう、食べ方というかルーティーンなんですよ、はい、あそこに乗っけるですね。そうです、一旦乗っけて、なんかコップも増えましたね、はい、これおしゃれですね。あ、そう、これ実は吹きガラスで僕が箱根に行った時にこうふーって吹いて作った。自分が作ったんすか。そう、めっちゃいいですよ、日本酒好きなんでこれに入れて。あ、おしゃれ、飲んでます。はい、ではではそうめんをどうぞ、ね、はい、まあ、そうめんのやり方僕知らなかったんですけど最近みんなの教えてもらって、これザルに開けると。はい、そうですね。そう、 OK、
本当は味見しておくべきだったら、まあいいか、まあ、そうですね、はい、で、こうあとはあっちあっち、いや、それは熱いでしょ、いや、ちょっと早すぎた、はい、最初に水でやんないと、そうだね、熱っ、危ねえ、いや、そうですよ、やけどするとこだった、はい、あ、オッケーオッケー、いいね、おー、いい感じですね、はい、はい、オッケー、で、あとはもう職人みたいこう、ちゃっちゃっちゃ、いい感じいい感じ、まあ、自炊始めてまだ1週間ぐらいなんでちょっとご容赦いただければと思うんですが、まだ1週間ですね、そうです、はい、このスタバの何かに入れて、あ、でもいいっすね、こういうのもね、そう、これもこれでオツだなと思ってね、確かに確かに、はい、で、片付けは僕食べた後にまとめてするタイプなんで、あ、オッケーです、じゃあ食べますか、あ、でかけるんだ、ラー油かけます、すぐもらえます、はい、でこのトマト食べるラー油本当マジックフードですよ、何かけてもうまい、あ、本当っすか、そう、昔白だし入れてたんですけど、もう白だしとかを抜きにしてこいつを入れてます、普通だしですもんね、だし、まあ、でもこれ混ぜて食べれば美味しそう、そう、めちゃめちゃ美味しいんですよね、ピリ辛で夏バテ防止にもなりそうだわ、うん、そう、結構いきますね、うん、割とね辛いものもいけるんで、あ、なるほど、かな、へえ、ということでじゃあ一緒に食べますか、はい、食べましょう、はい、実食しよう、はい、はい、ではでは、じゃあ食べ始めます、食べ始めます、いただきます、いただきます、普段お酒は飲まないんですか？お酒は一人の時はあんま飲まないですね、あ、なんか宅飲みとか、うん、そうですね、友達たまに飲んだりする時に飲んだりとか、はい、どうですかお味は？いや、うまいですね、うまいですか？うまい、真っ赤だけど美味しいよ、はい、健康的ですね、タケルさんはサラダと、カニカマサラダいいな、そうなんですよ、ちょいくださいつめに、あー、大丈夫ですよ、いや、優しい、はい、そう、なんか最近ね、その脂肪とか、はい、取りたくないんで、ヘルシーなやつで、消化がいいやつをちょっとね、はい、今日の食器を洗いますか？そうですね、はい、ごちそうさまでした、ごちそうさまです、ご飯食べた後はもうすぐに洗い物するんですか？そうです、もう僕めんどくさがりで、お、今洗わないと永遠に多分洗わないんですよ、なるほど、大型だから、うん、はい、大型、さすがに竹拾ってくれた、はい、で、このね、生かしたその洗面台のネックが、はい、やっぱ水飛び散るんですよ、あー、まあまあ、ちょっとちっちゃめですしね、まあしょうがないですけどね、うん、あんまりなんか堂々と大胆に洗えないですね、そう、ちょっとね、申し訳なさそうに洗うしかない、うん、いいところもあれば、一応一旦と、そうですね、万能なものはやっぱこの世にないって、はい、で周りをちょっと拭いてね、はい、はい、洗い物が終わりました、終わりましたね、はい、次は今換気扇つけたんで、まあ、空気の入れ替えは僕この対応でしてます、はい、ご飯食べた後やっぱこもっちゃうんで、なるほど、雨降ってるとあんまり窓開けられないんですけど、今日ぐらいの雨だったらまあいけるかな、あ、向こうもね、はい、はい、はい、まあ食事も済ませました、はい、換気もして、うん、はい、はい、この後実はちょっと仕事します、あ、OK です、仕事するんですね、夜にね、そうなんですよ、やっぱりその僕の仕事って半分ぐらいはコミュニケーションだなと思ってて、うん、おー、なるほど、その求職者の方、うんうん、クリニックの採用とかもやってて、はいはいはい、もそうですし、あとはまあ院長先生とかとのやり取りも割と夜、うん、診察終わった後にアイディアで、ね、赤木くん、あきらくん、こういうことしたいよみたいな感じの連絡来たりとか、うん、そう、あとはまあ自分で考え事するにしてもお腹いっぱいの人ちょっと眠いじゃないですか、確かに、はいはい、その状況で思いつくアイディアってその時にしかないなっていうことが多いんで、なるほどなるほど、だいたいこの時間がまあ30分測ってはいないですけど、うんうん、それくらいはあるのかな、仕事は順調でございますか、はい、そうですね、割といい感じですね、はい、じゃあまあ切りのいいところまで全然やっていただいて、はい、お願いします、はい、小鳥のさえずりがすごいな、ね、めちゃめちゃチュンチュンいってる、朝もすごそうですよね、朝ね、うるさくて起きるんですよ、シュンシュンシュンって、あ、でもいいじゃないですか、いい目覚ましですよね、癒しの目覚まし、心地いい朝ですね、一旦終わりました、はい、ありがとうございます、お疲れ様です、はい、はい、うそ、はい、で、お仕事が終わりましたと、はい、はい、仕事終わったら僕の家ね、椅子がないから、はい、体がちょっと凝ってるんですよ、ほう、なるほど、なのでなんかストレッチを多分無意識のうちにしてると思います、あ、立ちながら、はい、なるほどね、そう、あとはルームスプレーですね、やっぱ食べた後ちょっと換気したとはいえ少し残ってる場合は、はいはい、このイソップのやつなんですけど、すごい気に入ってる、何の香りですか、これはね、サンダルウッドとか、あとは海外の葉巻みたいな匂いとかいろいろ混じってるやつ、シュッシュッ、なるほど、でこんな感じで空気を回すとで、ちょっと香りをつけて、はい、楽しみです、気分転換をしたりとかして、はい、でこの後は割とダラダラというか、はい、その時自分の気が向いたことをすることが多くて、へー、最近だと何してるかな、あ、いい匂い、いい匂いですね、めっちゃいい匂いこれ、そう、はい、で最近だと、最近だと、あ、やってることあったわ、お、仕事が終わった段階で、はい、そのまあ結構僕いろんなノート使ってるんですけど、うんうんうん、その時に手に取ったものでも何でもいいんですが、まあ、ちょっと遠巻きで
撮ってほしいんですけど、はいはいはい、割とね細かくこういろいろその日あったこととかやりたいこととかを書いてるんで、はいはいはい、なるほどなるほど、そう、まあ、日記みたいな感じ、はい、そうですそうです、まあ、仕事の内容をこうこうした方がいいなとか、あと問題が起きた時とか絶対紙に書いて、ほうほうほう、あのトヨタの会社のなぜなぜ分析っていうのがあって、うん、例えば仕事にやる気がない人がいるとする、うんうんうん、でそれなんででしょうか、まあ、仕事が楽しくないから、仕事がうまくいってないから、では仕事がうまくいってなくて楽しくない理由は何だろう、人間関係に問題があるから、で人間関係が問題なのは何だろうってやると、最終的にあの改善策に行き着くんですよ。へえ、面白い。そういう思考法が僕すごい好きで、深く掘っていくタイプ。なそういうことですね、はい、なぜなぜとやっていくわけですね。でそんな感じのことを、はい、あの気になった時に紙に書いたりしてやるとか、あとは自分の足跡的な感じでその日のハイライトみたいな楽しかったこととか失敗したことみたいなのも書いてます。へ、なるほど。それはもう結構長いこと続けてるんですか、はい、これもうね、ここにある本が大体そうなんですけど、結構何冊かありましたからね。はい、4冊ぐらいやって、大体1冊で1年とかのペースなんで、もう4年以上やってますね。なるほど。ちなみにその手帳みたいなこだわりはあるんですか、はい、これは、バレットジャーナルっていうライターキャロルさんっていう、その自分の記憶力がなさすぎてちょっと困ったって嘆いてる人がいたんですよ、はい、でその人がどうすればその自分が学んだことを忘れなかったり、その仕事より前にパフォーマンスを出せるかっていう時に気づいた書き方の本というか、割と書きやすくなってて。なるほど、まあ、中は無地、はい、いやドットが入ってます、ね、あドットね。ページの下にあのこんな感じで本の下にページがあるんで、一番最初に目次みたいのを作っておいて、はいはいはい、でこのプロジェクト、この内容はこのページみたいな感じで分かりやすくこうサラサラって探すとか。なるほどね。そっかそっか、はい、ページ数が書いてあるから、はい、そうなんです。でそのために複数 の, あの付箋があって。なるほどなるほど。3つ、今のトピックここ、今のトピックここみたいな感じですね、うんうんうん、でやってたりしますね。あとストレッチします。お、急に始まるっていう、はい、この狭いスペースでやるんですね。本当はね広げてるんですけど、はいはいはい、ちょっと。なるほど。まず長座対前屈から見て、この硬さすげえ硬いですよ僕から。つま先届かないですね。いやマジで全然届かない。足が長いのか体が硬いのか、多分両方ですね両方。そっか、まあでも僕もね、はい、年重ねるごとにやっぱ体硬くなったなって思いますからね。いやなりますよね。 ね、毎朝筋トレはやってるんですけど、うんうん、筋肉もそんなにつかなかったり、体の硬さはね、まあ硬いまんまっていうところなんですけど、はいはい、なるほどなるほど。ジムに今行けないから家でやってるんですけど、昔はジムでやってました。うん、はい、でストレッチ終わりましたと、はい、終わりました。はい、この後は風呂ですね。お、お風呂ですね。はい、でいつもお風呂長いんでしたっけ、はい、長い、1時間半ぐらい入ってます。1時間ぐらい。結構長いっすよね。長い、はい、僕そんなに待てないんで今回入った程度お願いしますわかりました。じゃあパジャマはちょっと中入ってるんで、はい、あ、そうっすね。簡単に着替えてきて、夜モード。1時間半はすごいな。いや長い、気持ちいいんですけど ね。いやすごいわ。行ってきます。はい。そう、アキラさんのなんかどういう風景見てるのかなと思ってこっち来てみたんですけど、めっちゃいいですねこの角度。いやでしょ、めっちゃ映える。陰影というか影が綺麗なんですよ、ね。いやこれいいっすわ。ずっとここにいたくなりますねこれ。でしょ。はい、また例のモコモコパジャマと。はい、ということですね。はい、もうその今7月ですけど、はい、いやでもねやっぱ夜はね寒いんですよなんか。ああ、そうなんですか。物件のせいなのかな、コンクリート打ちっぱなしで。エアコンつけっぱなしだからじゃないですか。確かに、エアコン消しましょう。1時間半で十分じゃ体を温めてっていう感じですね。そう、体めちゃめちゃ温めて、でここからがもう、はい、ザ・ナイトルーティーンって感じなんですけど。お、なるほど。こいつですね、お香が出てくるんですよ。おお、これでやるわけですか。そうです。はいはいはい、よいしょ。ここでやるんですね。そうですね、向こうでやる時もあるんですけど、割と僕は最近なんか眺めるというか減っていくのを見るのも好きだなと思ってて。なるほど。でこいつを、あ、ここに立てるやつがあるんだ。そうです、お香立てがあって、へー、でここに立てると勝手にチリトリの上に落ちるんですよ。へー、あー、まあまあまあ、そうすると捨てるのが楽っていう。確かに、ね、確かに、確かに。なるほどね、でちょっとピンチなのが、この賃貸物件ってお香とかを焚くと、はい、まあ、怒られる場合があるんですよ。あれが鳴っちゃうとか。あ、そう、煙が鳴っちゃうとか、はいはいはい、あと警報器が鳴っちゃう、もしくは部屋の壁紙に匂いがついて、あ、次の入居者に迷惑かかる可能性があるって言って、なので最初入居のタイミングで僕めっちゃお香を焚くんですけど大丈夫ですかって。あ、確認してね。はい、あ、でもめっちゃいい匂いですね。そう、これね本当眠りを誘うんですよね。大体このお香は5分ぐらいかな。そう、もうちょっとかな、10分ぐらいかな、あ、でもお香を見ながらぼーっとするみたいな感じですか。そうですね、はい、そうですね、夜ぼーっとすること多いな、風呂場でもここでも。へえ、なるほどね。いや、お香いい匂いだわ。そう、もうこの時がゆっくり流れる感じが好きなんですよ。うーん、これも寝る、はい、ほんと直前とかですか。もう寝る1時間前とか2時間前とか。
お風呂出てもう寝る直前とかですか、ね、あ、なるほど、はい、あとはあの最近視聴者さんからあの、はい、プレゼントもらって、ほう、あのトマトジュース僕好きっていうのを何回か動画で伝えてたら、へ、まあ、オフ会を個人でやったんですよ。あ、そしたら、はい、あの狼の桃っていうトマトジュース、面白いネーミングなんすか、これ。これね、あのトマト北海道で取れたやつをそのまますりつぶしたやつで、まあ、たくさんあるんですけど、果汁 100% ですか、もしかして。そうです、まず濃縮還元とかじゃなくてガチの果汁 100%。 へえ、あ、そうなんですね。え、はい、それをそのまま飲むんですか。そうです、こんぐらいの量なんで僕もラッパで飲みますね。へえ、この前またこんな感じで水飲んでましたけど、ここで。あ、確かに今回はちょっと振ってからもいいかな。そうなん、トマトジュース好きなんですね。うん、でトマトジュースって結構血液をサラサラにしたりとか。あ、確かに確かに。あと酔っ払った後にもいいらしいんですよ。へえ、あ、そうなんですね。うん、でオフ会でそれをもらった。3本ぐらいありましたもんね。そう、たくさんいただいてすげえ嬉しかったです。いいですね、オフ会でプレゼントもらえるってめちゃくちゃいいですよ、ね、光栄すぎました。光栄すぎる。全僕そんな超有名人とかでもないのに、いもう好みをしていただけて、ね、さらにいただけるっていうのは応援してくれるってありがたいですね。はい、これからもお願いします。はい、ですね、次回7月17日でアキラさん来るか、その時にもね、みんなでぜひみんなトマジューで乾杯しましょう。いや、トマジューないっすね。ないか。はい、あのアキラさんが全部なんか、ね、うん、80人分100人分持ってきてくれたらいいですけど。重い重い。確かにそんな持てないっすね。うん、飲み終わったんで中の瓶を軽く洗って、はい、捨てる準備をすると。いや、本当に美味しいな、トマジュー最高。お香炊き終わった後は何をするんですか。もう寝るだけ。そうですね、お香炊いた後はもうおおむね寝る感じですね。ちょっと一旦このゴミをはけていきます。あ、なるほど、まあ、こんな風に夜を過ごしてると、はい、そうです、お香炊いた後は、はい、もう、まあ、普段は今ラッパ飲みしてましたけど、はいはいはい、コップに入れて、はい、ちょっとゆっくり、ね、飲んで、はい、なるほどなるほど、みたいなことをしたり。ちなみに歯を磨いたりとかもお風呂入った後とか入ってる最中とか、はい、そうです、お風呂の中でやってます。あ、なるほど、磨いてっていうことね。はい、でちなみに、まあ、これこう4畳半じゃないですか、はい、テーブルもあるじゃないですか、うん、でこの子もあるじゃないですか。マットレスはどうやって敷くんですか。マットレスはこれ簡単にすごいどかせるんで、せっかくなんでちょっと、はい、まあ、この辺とかもしくは洗濯機の前まで積み出すことが多いんですけど。あ、なるほど。そう、こんな感じにして、ほう、まあ、こう、そっちが頭なんですね。はいはい、まあ、北側なんであんま良くないんですけど。なるほど、うん、まあこんな感じでこうとなるほどして、もうここに入ったらもう完全に寝るって感じですね。今もすでに眠くなってきて、はい、掛け布団は、掛け布団はあります。今一旦その画面外に置いてましたけど。ああ、はいはい、普段は使うんですね。そうですね。あ、じゃあぜひぜひ、はい、じゃあ完全に寝るような体勢を敷いてみましょうか。いやー、いいっすね、雰囲気がいいっすね。香りもいいし。そう、香りと雰囲気と光が良ければもう完璧なんですよね。まあ、前に紹介したその極眠の銀色の変なビカビカしたマットレスを使って、はい、で寒がりなんでこんなモゴモゴの着た上にこのタオルケットプラス、はい、なるほど、よ、相当な寒がりですね。いや、マジで寒がり。まあ、それは1時間半もお風呂入りますわ、うん、そしたらあったかい状態で、おお、このままベッドに入るとは、はい、いうことですね。そう、はい、で以上ですかね、ナイトルーティン的には。はい、そうですね、これが僕の夜の営みです。はい、営みって言ったらあれだけど、まあまあまあ、はいはい、夜のルーティンということで、はい、はい、じゃあ最後、視聴者さんに何かメッセージありますか。伝えたいこととかそうですね、4畳半でも結構その香りとか光とかいろいろ整えるとすごい快適に住めるなっていうのをぜひ自分のチャンネルとかでも発信してるので、はい、遊びに来ていただいたり、ね、もしくはオフ会で会いましょうですね。はい、はい、ということで、あきらさんありがとうございました。ありがとうございました。おやすみなさい。はい、おやすみなさい。うぃ。